密着因果の例、6切れ因果紙に白黒フィルム30コマ分を並べたもの。コンタクトプリントは写真フィルムを因果紙に密着させて原寸プリントしたもの、またはそのための技法を指す。ベタ焼き、密着因果などとも呼ばれる。通常は数コマずつにカットしたフィルム1本分を1枚の因果紙状に並べて作成するため、インデックスプリントとしてよく用いられる。 密着因果を作成するには通常の引き伸ば式を用いる。引き伸ば式のネガキャリアは空のまま因果紙の上に現像済みのフィルムを直接乗せて並べる。この時フィルムの反りを避け密着させるために上にガラス板を置く。フィルムと因果紙が密着しているため厳密なピント合わせの必要はなく因果自然面に均一に光が当たるようにすれば十分である。録音後は 通常のプリントと同じように現像から乾燥までの処理を行う。コンタクトプリントはフィルムの状態をそのままプリントにして確認するためなどに使われる。ネガフィルムの場合はそのまま確認するよりも映っているものがわかりやすい。また、フィルムを直接確認することによって生じうる予算などの事故を未然に防ぐことができる。コンタクトプリント上の像は原寸のままであり小さいため、 確認には拡大鏡が用いられる場合が多い。ただし、大ンフィルムの場合にはそのまま干渉にもこらえうる大きさのプリントが得られる。コンタクトプリント専用の印賀誌も販売されている。大ンフィルムから等バイプリントを得る場合、ライトボックスなどの光源にフィルムと印賀誌を重ねておき、露光時間を調節するだけでよく、引き伸ばし機と使うより手軽である。かつて用いられていた 密着専用のライトボックスは、かつお節削り器程度の大きさで、通風を確保しつつ、光漏れ対策をした木箱、光源用白熱電球、フィルムと因菓紙を乗せる、上面のすりガラス、それらを押さえる蓋に用いる、蝶蓋、原稿のズレを防ぐために、蓋の内側に貼る発泡ゴムなどの板、蓋を完全に閉じている間だけ通電させるための、プッシュスイッチ、 電源セントプラグなどで構成され、簡単な構造のため自作も可能である。電球のワット数が低いほど、露光時間は長くなるが、時間調節は楽である。露光時間は、ネガの濃度を見て判断するが、センサーやタイマーがないため厳密な調節は難しく、試し焼きや、因果シ現像での微調整が必要となることもあり、ある程度の経験を要する。それでも、 スタジオ撮りの商品撮影や写真館の場合はネガごとの濃度のばらつきが少ないため、有用である。アドバンストフォートシステムでは、フィルムが現像後もカートリッジに収められているため、撮影内容の確認用に現像時に、標準でインデックスプリントと呼ばれるコンタクトプリントが付属しており、後に 35mm フィルムの現像サービスにも導入されている。写真以外では、 ホトリソグラフィーにも利用されており、対象物とフォトマスクを直接重ねて露光する。パターンとマスクは必ず等倍となり、高精細な製品にも向かないが、ステッパーなどの特別な露光装置は不要である。ありがとうございます。